どうもどうも井上マーでございますのーミルク佐藤です今日も楽しくやっていきましょうミルワカでございます今日はこちらですね飛んでたはいこの間の週末のヨーロッパ組の活躍特集いやお願いいたします活躍しましたお願いします別動画でね遠藤渡良選手に関してはえーもう動画出してるよってところありますけどもその遠藤渡良選手含めてまた今日出していきたいと思いますのでお願いしますはい今日毎日やってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますお願いしますいやいや 日本では花粉症すごいですけどね、関係ないんでしょうかということでね、はい出ました。はいってことで、えまあ今週のって書いてあるけど先週のだね。え超活躍組欧州日本人選手ということでございます。西村さんもあそうですか。そうなんでございます。まあまずは左上からいきましょうね。別動画で出してるんで、も詳しくはもうそっち見ていただければですけど、まあ本当ね、シティ戦マウザマッチの大活躍。はい。ブラインド無力化に大成功って感じ。 ね。シティ側から見てるともう OB の方がね、まあれもホラーを見ているようだっていうね <laughs> 中盤でエンドと何もう一人なんだっけあの、マクアリスターマクアリスターがすごいとってくるじゃん怖いじゃんみたいなことらしいですけどねそうだねやっぱこうなんか渡るくんの話じゃなくなっちゃいますけどうん、うん、まずやっぱあれねマクアリスターもあの一時期ほらアンカーで使われる時あったじゃないですかああ <laughs> ねはい、うん やっぱ前、インサイドハグで使われたってみてから、ね、よくなったよね。だからライバルと重くされていてね、マクワリさん2枚目からって言われてたんでしょう、でも。うん、完全にこうコンビになってもね、でもね。おおだね、<ー>共存が結局正解だった。らしい、素晴らしい。素晴らしい,らしいですね。ねあそしてこの右上でございます、はい、右上は、えー、セルティックの前田大然選手。ああ、すごい、ハットトリック。<laughs> ね。 先週末はあの、はい、リーグ戦じゃなくてカップ戦の準々決勝でリビングストン戦だったんですけど、まあ4対2でセルティックは勝ちましたが、大前、えー、選手のハットトリックプラス、えー、途中出場の古橋選手の、うん、まあゴールも重ねて、日本人だけで4点取ったって感じでしたね最。最高ですねしかもこの大、ね、前選手、今回の試合があのセルティックでの100試合の。 メモリリアルゲームだっったところでハットトリックっての、ね、すごいですね。らしいゴールでしたよね、走り込んでの。いや、そうだよね。なん、ね、といっても、やっぱそれ以上に話題になっているのは、髪を伸ばし始めていらっしゃる。そうなんだよね。<laughs> <laughs> 理由がはえね気になるところでありますけども、そのうちねってありますみたいなね、メールじゃないツイッターで個人的に連絡もらってんですか、マッ知り合いたいですけどね、好きだからはいということで大選挙だから今週またこの渡る大ってところがまあすごかった超すごかったねって感じですね。でございますよね。そしてここからまあ今マッさんもを挙げていただくためですね。まずは総馬選手でございますと。はい。 途中投入でまあ得点取りまして、9試合、10試合ぶりぐらいですか、点取ってっていう形になりましたうん、うんで。しかもそのタイミングが代表招集直前のゲームだったわけで、ああ、そっか、コンディションいいよっていう、ね、うん、アピールになりましたからね。ね<え>、はい、特にあの三笘選手を今回は呼ぶことができません。そうだ、はいうん、で、プラス、まず実は奥貫君とかも、ちょっと怪我とかがあったりしてタイミングとしてはね そうですね。ちなみに、あの別チャンネルで言うんであれば、あのトゥーリオさんが相馬を呼べって言ってましたね。<laughs> なるほど。うん、でも、結構、やっぱ、かなりとか、やっぱ、す、す、すごいなと思うのが、こう理にかなってるなと思っていて。うんうん、次の相手の北朝鮮っていうのかな、五四一なんですよね。はいはいはい。で、あの、どこに一番似てるかって言われたら、うん、ワールドカップの時のコスタリカ。 ああいう,こう自陣こうブロックみたいな感じのチームですから、幅取って相手のサイドバックの選手とかをこう外にこう引っ張り出さなきゃいけないっていう仕事があるので、中に入っていく人よりも、むしろこう外で張れる人の方もしかしたら必要じゃないかっていう考え方はありますから、うんうんね、っていう意味では相馬選手はね縦に突破いける左,サイド左ウイングですから、うん、ありなんじゃないかな。うんなるほど 中村系人と、うん、だ前田大衛も多分左ウイングワークになるんじゃないかなと思いますけど。そ,そ,そ,そのあたりで二人ってこと？そうじまあもしかしたら三人呼んじゃうと思うけどね。ねそうっすよね。あとそこにだから平川優町田が入ってくるかどうかとかそんな感じじゃないですか？<ー>うん。はははははなりますね。えー あからそろそろ斉藤幸喜とかあってもおかしくないと思いますけどねあ見たいね見たいねどうなるかね斉藤幸喜さんと相馬さんと割とちょっとキャラクターは被るのかな、うん そんないかそんなことないかでもまあ両サイドともできるっていうところはもサイドバックもねやらされてるしそしてその隣今度は小川幸輝選手でございます NEC 内名編ですねまた得点しましてこれで公式戦が12得点1アシストこれ堂々のストライカーぶりですな そうですね。あ,はい、あの、この間、NEC 大名編の同僚の選手のインタビューが上がってたんですけど、はい、あの、後期と後代は、そのうちいなくなるねって言ってましたね。うん、あららら,ら。あ、うん、そう、うん。っていうか、<ー>なんなら、そのうちってか、今、移籍の期間外だから分かんないけど、いわゆる、アヤックス、うんうん、ペースフェイ。うん AZ、そのあたりでしょ、行くなら、みたいなのっ出ましたね。はははは、ライジングスターぶりを、じゃあ、オランダで,そうです、ね、してるわけですな。うん<ー>むしろ、岡は選手は今回、リアルじゃないですか、まあ、さ。はい。ああ、代表<師>代表。代表あそうああ、でも、見たいね。ね。今のコンディションどうだよ、代表で見たいですね。そうですよね。 まあ可能性で枠は大丈夫的に言うとまあ、あのはい、今回、まだ正直、伊藤純也選手が呼べる、呼べない問題はまだちょっと正直残ってるじゃないですか。その三笘君が来れないも含めたら、うんだ、真ん中できる人で言ったら、大前、浅野がそれぞれ左、右にずれる可能性があって、うん、浅野選手も実は暴風で右やってるんですよ。ってなると、真ん中が綾瀬と細谷だけになるので。 一枠開くっていう考え方はあるり、ね、そこにおかわか町のかみたいな感じになってくるかなと思いますけど、うん、あ町のさ、ね気になるとこだね。そうですね。ああ、でもアは,はお母さんしてるてこ,、ねうん、これだけ点取ってるからね。海を呼ばないとね、逆に言えば。手のはあるんじゃないかなと思いますね。楽しみじゃんなんか。はい、<ー>そして今度左下でございます。うん 1か月前はいろいろ吸ったものでありましたけども、うちも2得点目、3得点目ぐらいですか早くも。PK 取りまして、それで取り得点も取ってくれましたと。攻撃では西村拓真が点を取り、守備では常本選手が頑張って、セルベットはちゃんと勝利しましたと。いいですね、んか。間までね、あの、デジッチでね。ご飯んきょとんとしながら取ってね、何取ってんの何って言ってた。ねもう スイスで点取ってんですか。九点ちょったもんだもんって。なんかサッカー選手、早いね、いろんな。いろんなね。いう、なんかとってた、なんかね、マリノスのキャンプで。あったね。あの頃はだって、遺跡のあれもなかったわけでしょ全然。なかったね、まだね。ええ。可いもんだわね。はい。 そして右下は活躍とはちょっと違うのと早くもちょっと僕気早すぎてちょっとこのエンブレムにしちゃいましたけど、えー、セルティックのセンターバック小林ああ優樹選手がういうういうどうやらレンタルで半年間鹿島に来るという話になって。なレンタルなんだね いや、多分まずこれはあれですね。うんうん、あのー、まあ、買い取りオプション付きですね、す単純に。あえー、半年間まずカシマやってもらって、そのままカシマってことになっちゃうんですかね。ここちょっと気になる。どうん。うすか。ただ、これはもうやるべき。カシマとしては枚数が。そうですね。<ー>今3枚しかいない上に、なんか関川君が今どうなってんだって状態になって。 だしあと、まあ、その関川、そして佐野海舟とこの小林雄樹選手はみんな、ね、同じ2000年生まれってことになりますけど、はい、やっぱり夏で佐野海舟選手が抜ける確率がとても高いわけなので、どう考えると結局、ね、佐野海舟君もこの間、一回セン,センターバックにこうずれるとかっていうのもありましたけど、うん、ある意味でか、後ろの方の枚数がやっぱり足りてないってのかもう間違いうのい <laughs> ね小林選手はもう純粋なセンターバック そうですね。ただサイドバック、ただスリーバックの左なんかもできます。あ、なるほど。そういった役。はい。はい。はい。あとは、やっぱ記憶に新しいところじ秋元君とのやっぱりあれですね。乱闘ですよね。やっぱそれ出てくるよね。そうなんだよね。ちょっと印象ありますよね。ガッツあるんですよ。秋元さん、も小林さんもね。そうなんだよな。わかりました。はい。ちょっとね、頑張ってほしいところですね。はい。はい。はい。え、ということで、今週の活躍組でございましたけど、他にもスタメンだった選手とか、いろいろね、登場した選手はいるので、ちょっと見ていただきたいと思います。こちらでございます。 はい、はい、えー、名前の後ろが水色になってる方はスタメンだったよという方。うんうん、で、ピンクがとつうすじの方、グレーはベンチには入っていたけどっていう方で。はい、あとは赤のボールが、ゴール取った人、グレーのボールはアシストした人という感じ、うん、なんています。うんうん、はい、まあ、ちょっと怪我人が混んできました、ね。はい,は,いは,いはい、はい、はい。ゴミや自転車隊がそろそろ戻ってくるみたいな話があったり。なんかね、<う>あの、はたかれてましたね、背中をね、なんかこう。そうだね。おかえり。 ババンバンやってましたよ練習で、うんねうん、アルタタがめっちゃ笑ってたっつってあとはねちょっと気にしてほしいところでは橋岡君、はい、まだこうスタメンっていう感じになってないですけどね、まあ、やっぱり終盤後半に途中出場してからのやっぱりその守備のデュエル力っていうのがすげえ強くて、うん、へーじゃあ出したらいいののにねもう、あのー、今ねデュエルの,そのディフェンスのデュエルの勝率が7割近くまで来てるんですよ。 ちょっとが、もしかしたらそろそろスタメンはあるんじゃないかなと思っています、ねああ。そうですか。はい。はいはいはい。ええー、っていうところです。中山裕太さん、怪我しちゃってんな。中山裕太君と、まさ、うん、三笘、坂本の3人は今シーズン終了です。うん、あ、そう。うん。なんで、<あ>あの3月と6月の代表は無理です。ああ中山さん、また何長いの長い。8週から12週って言われてる。あ、でも週か。あ、じゃよかった。そっか。あの時の8ヶ月ではなくてよかったなと思いますけどね。坂本さんはちょっと長いんだよね。 そうだねま<ー>でもみんなだから夏くらいまでになっちゃうんでうんだこれによってまず実はもう一個だけ決まったことがありましてじゃなほいな三笘中山の二人はオーバーエイジ可能性あったんですよねオリンピックあでもないねあなるほどそうか、うん、メンバー選考の段階には間に合わないのではいなるほどっていうことも決まったという感じでございます大事にしてくださいそうですねねうんうんそしてえー、今度はベルギードイツスペイン組でございます、うん、はい、はい 驚きって言ったら、ちょっと失りになっちゃうかもしれないけど、最近スタメンじゃなかったので、岡場龍也選手がね、シートトロイでで、スタメンで出てたなっていうところ。あそうですね。な嬉しかったな。よかったですね、ここね。健在でしたよ。ねえ、っていうところもありながら。岡田慎治さん、これ、怪我ってのはどういうことですか引退ってことですかあうん、実はね、まだずっと怪我してらっしゃって、出れてないんですよ、ずっと怪我で。あで今シーズン終わって引退するんだもんね。あ、そうか、これは失礼しました。はい。 か多分最高1、試合ぐらいで出られるかぐらいな、あれだと思うけどね、どうなりますかといったところですね。うん、といったような方々がまあ出たりだとかしてたよって形でございました。林大地さんと室谷誠さんも怪我してんだ、はい、そうなんですよね林くんに関しては、またちょっともしかしたら、今シーズンでニュルンベルクは出ちゃうんじゃないかとい報道もちょっと出始めて,て。あ 一緒、チームスタイルにちょっと合わなかった部分とかもあるのかなとも思いますけど、ううん、そうかそうかそうか。うん、まあ、果たして今後、どうこ行くのか、なんかいろんな話がやっぱりもう出始めてて、うんうん、なんか菅原ゆきなりインテルとかって話出れば、そう、あと田中碧のボルシア、うん、メンヘーグラトバー、あ、まあ鎌田大地もそうですけどね、うん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 、皆さんとどこに行かれるのかでけ、またそれはまた4月くらいに<ー>別とかでやりたい,い秋元さんとかもあれだ、趣味して。 スタメンで出てんだ木本さんとかね。ああ、いいじゃない。あとは後藤圭く君とかもね、もう一部に上がってほしいね。そうだね、意外と本当ね、まずあの、ロス世代がいいんですよ。はい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 。この後藤圭介もそうだし、あとさっきのところでちょっとカラーはついてなかったと思うんですけど、真ん中、我々大好き、ゆくともとき。ゆくともときさ、ハマりのハマリカンのアンダーチームでもう、レギュラー。 あるおおそうですか。うん、っていうかもうなんかレギュラーっていうよりかく、うん、ああそうですかじゃあ、うん、トップの日も近い。そうですねまず U23 いってからって感じになると思いますけどでもいい感じのこう,うん,、うん、なんか,なあんたからを挟むの U19、U23 ってあるのでそうですかそうなんですよははははなんかちゃんとなんかヨーロッパそういうところのリーグ構成がしっかりしてるなと思っます、ね、ちっ試合ができるんでしょそれはいい。これがでかいよねーー鈴キウイトさんなんかもねバコバコバコやっていただきたいそうだね、うん、みんな活躍はちょっとあるところでございますからまたちょっと継続して見ていきたいなと思いますはいとい,ます、はい、ということでお送りしましたありがとうございましたあしゃますます楽しみでございます色が毎日お届けしてまいりますチャンネル登録をお願いいたしますぜひよろしくね